東芝は中国語漢末期から三国時代の政治家、武将。字は白内。京州南洋軍新野県の出身。三武帝の後進東武の末裔。母は帝天聖。子は東陵劉将の時代に駅州へ入った。まだ無名の時期に、張広氏は人相をよく見ると聞いて尋ねたところ、70歳を過ぎて大将軍となり、 うに封ぜられると評価された。その後、派生大衆の方ただしが抑止を好むと聞き、身を寄せた。劉備が駅州を平定すると劉備に仕え、県の屋敷獲得となった。ある時、お訪問した劉備と語らい高く評価され、抜擢されて、県で交換大衆を歴任した。清廉かつ厳格に統治を行って、知席を挙げ、後に少書となった。223年。 劉備死後の職は、後を継いだ劉禅が、まだ若く、儀、呉とも敵対しており危険な状態であった。孫権は、劉備の存命時には僕を求めており、劉備も平を使者として派遣するなどしていたが、劉備の死後は態度を鮮明にしていなかった。東芝は、諸葛亮に壊れて、呉に使いし、職との和平に消極的となっていた孫権を相手に、巧みな弁舌で囚行を回復させた。 孫権はぎっと断交し、蜀と再び同盟を結ぶことを決め、長音を使者として蜀に送った。孫権は諸葛亮に手紙を送り、以前発見された使者の手は軽薄であり、影下は言葉が足らなかった。両国が就航できたのは東芝のおかげであると語った。呉に使いして以降、孫権から東芝へ何度か手紙や贈り物があった。 諸葛亮が、冠中に進駐すると、中間軍、養武将軍に任命された。第一次北伐では、趙雲と共に、美の谷道で陽道を行ったが、引いていた兵が弱かったため、総進の派遣した軍に敗れている。諸葛亮の死後、全軍師、全将軍、遠州師し楊師、洋武士帝国となり、しばらくして、公衆徳となった。時の人は三方の国境を守る。 東の、東芝、南の馬中、北の大平を並べて称賛し、高い名声を博した。243年に、借機将軍となり、仮り節も与えられた。248年、不良軍で豪族の除去による反乱があったが、これを鎮圧して、民衆を安堵させた。東芝は遠征の木戸に、猿の母子を見つけた。彼は、 昔から石弓を扱うのを好んでおり、それをめがけて矢を射ると母猿に当たった。すると、小猿は母に刺さった矢を抜き、この葉で傷口を塞ごうとした。これを見た、東芝は生き物の尊厳を傷つけたことを悔い、石弓を水中に投げ込み自身の死期を悟ったという、251年に死去した。この頭領が後を継いで少々左線道となり、 当もぐさが生徒に迫ると幸福の使者として当もぐさに、接見し、精神において、父と同じく交換大使となっている。懲罰は明らかで、兵卒らにはよく施しをしながらも、自らは失踪倹約に努めて、私腹を肥やそうとせず、嫌韓にありながら、祭司にひもじい思いをさせ、財産を残さなかった。性格は高貴で飾り気なく、詩人とうまく付き合えなかった。 人を高く評価することは少なかったが、ただ、脅威の才能だけは買っていた。また、東芝はおごり高ぶった性格で、大将軍であった日を含む皆が避けたが、ただ終わだけは、東芝に屈しなかったという。小説、三国支援儀では、孫権が、諸の使者を脅すために置いた、熱された大釜を罵倒。それに怒った孫権を悟した上で、 命がけで同盟を結ぶと言いがまに飛び込もうとした。これに驚いた孫権は感服し、職と再び同盟を結ぶという演出がなされている。少年は不明だが、247年の時点で70歳を超えている。信仰巻十二京神くるる第二火曜国史。ありがとうございます。